カミングズはアメリカ海軍の駆逐艦、活進級駆逐艦の一席。艦名はアンドリュー・ボイド・カミングズにちなむ。カミングズは1912年5月21日にメイン州バスのバス鉄工所で寄港した。1913年8月6日に h b ツジュニア夫人によって命名浸水し、1913年9月19日に 艦長へクレン賞少佐の指揮下収益した。1913年11月にボストンを出港し、カミングズは大西洋岸及びカリブ海で翌年6月まで巡航した。ニューポートを拠点として中立パトロールに参加し、アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦、するまで沿岸での紹介を行った。1917年5月12日に、 ニューヨーク海軍交渉に到着し、海外任務のための回収が行われたカミングズは5月15日に、出港、5月26日にアイルランドのクイーンズタウンに到着した。アメリカ海軍ヨーロッパ派遣部隊の下海峡横断の戦団護衛任務に従事し、また、アイルランド南方で対戦紹介任務に従事14回の敵との接触を記録した。戦後も、 フランス沖で護衛任務を継続し、ブレストで開催されるベルサイユ会議に向かう、ウッドロー・ウィルソン大統領を乗せた輸送船、ジョージ・ワシントンを護衛した。カミングズは1918年12月16日に、フランスを離れ、1919年2月6日から4月9日まで、グアンタナモアンで艦隊演習及び法術訓練を行った。7月及び8月は、 ニューポート沖で活動し、1919年8月から1921年3月までフィラデルフィアで予備役に置かれる。その後東海岸沖で艦隊作戦活動に復帰し、1922年6月23日に再びフィラデルフィアで退役する。1924年6月6日に沿岸警備隊での任務のため財務省に移管され、カミングズは ラムパトロールの一席として任務に就いた。コネチカット州ニューロンドンを拠点として活動し、1931年にはその拠点をニューヨーク州ステープルトンに移動した。カミングズは1932年5月23日に海軍へ返却され、1934年8月22日にロンドン海軍軍縮条約に従ってスクラップとして売却された。 ありがとうございます。